こんにちは国立西洋美術館で建築を担当しております,福田です当館は企画展示室の屋上にあたる前庭の防水と企画展示館の空調設備を更新するのと同時にル・コルビジェと彼の弟子である3人の日本人建築家の協力を得て完成した1959年当初の姿に近づける工事を行うため長期休館してまいりました。 2022年4月9日のリニューアルオープンに先立ちまして当館の建築についてご紹介するオンラインレクチャー「ル・コルビジェと国立西洋美術館」を皆様にお届けいたします。お話しいただきますのは独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力センター国際情報研究室長の西和彦さんです。西さんは 長らく文化庁にて文化財の保護に携わられ当館の世界遺産推薦過程からずっとご尽力いただきました現在も国立西洋美術館活用公開方針検討委員会の委員としてお力添えいただいております本オンラインレクチャーは三部構成となっています第一部二部ではルーコルビジェの構想と創建から増改築の歴史についてや 世界遺産に登録されるまでの経緯と現在行われているマイニアの工事について日産にレクチャー形式でお話しいただきます第3部は京都工芸繊維大学教授の松熊博先生と対談形式で当館と近代建築の魅力についてお話しいただきますそれでは第1部当初から今日までと題しましてお話しいただきます 西さんどうぞよろしくお願いいたします東京文化財研究所の西ですこの動画と続く第二部では国立西洋美術館のこれまでを振り返りながら世界遺産登録の話題や今回の前庭の復元工事についてお話ししたいと思いますまず第一部では国立西洋美術館が設立されてから今日までの歩みを 主に建築の側面から振り返ってみたいと思いますよく知られているように国立西洋美術館が設立されたのは第二次世界大戦中フランスにあった松方コレクションが日本に戻ってくることがきっかけでした明治の元訓松方正義の三男にあたる実業家松方光次郎がヨーロッパで収集した美術品のうち パリに残されていた約400点の大部分を受け入れて展示するための美術館として、国立西洋美術館が誕生しました。これは、コレクションが横浜に到着した時の写真です。当時の資料では、ロダンの瞑想、次にロシュフォールの胸像が梱包を解かれたとあります。大勢の報道陣が写っていることから、世間の注目も非常に高かったことがわかります。 日本とフランスとの間での協議を経て国立西洋美術館の建設にあたってはフランスの建築家としてル・コルビジェが設計にあたることとなりましたル・コルビジェは今日の社会における建築のあり方を決めた一人と言ってもよい極めて重要な存在ですそのル・コルビジェが国立西洋美術館を設計するにあたって基本としたのは無限成長あるいは発展という訳語を当てることもありますが 無限成長美術館というアイディアです渦巻き状の平面構成を取ることによって長い年月を経て収蔵品が増えても建物を無限に拡大させることができるというアイデアですこの図をご覧いただくと渦巻き状に拡大するというアイデアがご理解いただけるかと思いますもちろん現実の建物では敷地には限りがあるので実際に無限に拡大することはできないのですが 国立西洋美術館にあってはこのアイディアをもとにした製面構成が後にに新を建設すする際などに役立っていますこの考え方をもとに実際に建設された建物は1957年のアーメダバードの美術館1968年のチャンディガールの美術館というインドにある2つの美術館と国立西洋美術館の3館しかありません。その意味でも国立西洋美術館は とても貴重な建築作品といえますル・コルビジェはこの設計にあたって1955年に日本を訪れています10月30日にパリを立ち直行便のない当時のこと南回りで11月2日に羽田に降り立っています9日までの1週間ほどの滞在の中で京都・奈良あるいは鎌倉の視察などを精力的にこなしつつ 5回にわたって現地を詳しく見聞していますこれはその時の写真です少し前かがみで資料を指差しているのがル・コルビジェですこの写真にはル・コルビジェのアトリエで実際に仕事をした経験を持つ日本人の3人の弟子が写っています手前の背中が写っているこの人物が前川邦夫そしてその後ろで ちょっと顔が見えているのが坂倉純造そしてルコルビジェのちょうどこの写真では後ろに写っている方が吉坂隆正ですもともとの日本側からの依頼は美術館の設計のみだったのですがルコルビジェはその範囲を超えて複数の文化施設を建てる構想を描いていますこの図面をご覧いただくとちょうどこの場所に今とほぼ同じ形の国立西洋美術館が描かれています そして今の前庭を介して複数の建物が建てられたいわゆる文化ゾーンのようなものをルコルビジは構成をしています当初の依頼の範囲を超えていたこの構想が実現することはありませんでしたが国立西洋美術館とその前庭さらには通路を介した東京文化会館との関係などに周囲との関係を重視する姿勢が今なお生き続けていると言えます その後、東京とパリの間のやり取りを経て、ル・コルビジェから設計図書が送られてきます。これは平面図です。図の左側、ちょうどこの左側が正面。細かな部分での差はかなりありますが、中央の19世紀ホールとその奥側のスロープなど、 最も中心となる部分は、おおむねこの平面構成に従って実際の建物が建てられています。こちらは断面図です。下の図面をご覧ください。この図面を見ると、中央に十九世紀ホールの吹き抜け空間があり、その左右の屋上にトップライトが設けられています。この図の右上には太陽が描かれていて、 トップライトを介して展示室に自然光を取り入れる発想がよくわかりますところでル・コルビジェから送られてきた図面は基本的にはこのようなもので例えば寸法が入っていないなど実際に建物の建設に使うにはさらなる作業を必要とするものでしたこのため先ほどお話しした日本人の3人の弟子が共同してこれを実際の建設に使えるレベルになるよう作業を進めています 例えば「ル・コルビジェ」から送られた図面には記されていなかった配管ののののたためススペースや、地下の機械室ななどどが加えられた形ににっていまます。先ほどの写真に戻りましょう。国立西洋美術館は紛れもなくル・コルビジェの設計した建物と言ってよいのですが同時にこの写真に写っているル・コルビジェの3人の弟子前川坂倉吉坂の3人がその設計過程 あるいは実際に建物を建てるまでの間に極めて重要な役割を果たしたのです。この図面は日本です日本側で作成された実施設計図面の一つです。当然のことながら細かく寸法が書き込まれ、また実際に建設するにあたってのさまざまな検討が加えられたものとなっています。また図面の中央部にある建物、この部分が建物の範囲ですが。 この建物だけではなく、その左側に伸びる前庭の部分まで、一体として書き込まれていることにも注目してください。前庭からピロティを介して建物内部に入るという動線も、ル・コルビジェの設計の特徴をよく表しています。このほか、各部の細かい寸法がル・コルビジェが提唱した、 人体や自然から見出される比例理論をもとにした尺度モデュロールをもとに設計されていることも彼の作品としてのこの建物の特徴の一つですこうした図面は第2部でお話しする世界遺産推薦の作業の過程で国立西洋美術館によって体系的に整理されています建築にまつわる図面やさまざまな資料は残念ながら軽視されているケースが非常に多いのですが このように資料をきちんと整えて今後の活用に備える姿勢は世界遺産推薦の過程でも高く評価されていますさてこうして建てられた国立西洋美術館ですが建てられてから60年以上経った今建てられた当初のままというわけではありません様々な変遷を経て今日に至っているのは当然のことです写真は 建築当初と今回の工事が始まる前の姿です。左の白黒の写真が当初の姿、そして右側が今回の工事に入る前の現状の姿ということになります。樹木の成長や、手前に見えている東京文化会館の建築途中の姿に目を奪われがちですが、国立西洋美術館の部分に注目してみると、前庭や、 本館の向かって左側と背面側に立つ建築など敷地のありようがかなり変わっていることが分かりますでしょうか例えば前にはこの部分と現在を比べるとこの緑地が増えていたりしますそしてこの建物と背面側の新館は当時はまだ何もありませんでしたこうした部分が長い歴史の中で変わっています。それでは この変遷を簡単に振り返ってみましょう一番左の図が国立西洋美術館が設立された当時の状況です前庭の部分には何もなく敷地内には本館の建物だけが建っていますその後1964年に公道と事務棟こちらの公道と背面側の事務棟が増設されています これらはその後の改変で現在ではありませんまた1967年から背面側の敷地正面から向かって後ろ側の敷地を買収して敷地が広がっていますその広がった敷地には1979年に今日まで続く新館が建てられていますまたこの間1968年には 南側の入り口に切符売り場が建てられ、1984年にはさらにこの売り場が建て替えられています。写真は1984年当時の姿です。背面側に新館が建てられた後の姿ですが、新館は写真では見えていません。最近の国立西洋美術館の姿をご存知の方は、その姿を思い浮かべてみてください。 本館の向かって左側に立つ公道敷地入り口の切符売り場さらには敷地周辺の柵の様子ちょうど写真ここに写っているこうした柵の様子が現在の様子とは大きく変わっているのがわかりますでしょうかそして何より建物左側建物左前側の緑地ちょうど今この部分に緑地ができていますがこの時代ではまだ 全く緑地は見られませんその後1996年に本館を耐震化する工事に着手するとともに前庭の地下ににあたる部分企画展示館は前庭の地下を掘り込む大工事ですし本館の耐震改修も当時としては非常に先進的であった建物全体を免震床の上に載せるという大規模なレトロフィット工事です。 合わせて本館西側の公道と背面にあった事務棟も改築されていますその後先ほどお話しした前庭の南東隅に植栽が設けられちょうど1999年にここに植栽が設けられておおよそ今日の姿になっていますこうした一連の改修は展示や収蔵に必要な建物の面積を確保したり 利用者と水蔵品の両方にとって重要な耐震性を確保するなどいずれも美術館として機能し続けるために必要な措置でしたそうした際にはこの建物があるコルビジェの設計であるということも考慮して工事が行われていますしかし前庭を例にとっても最初に建てられた際の設計意図が一部失われたり分かりにくくなっていることは否めません 次の動画、第2部では、その後の重要文化財指定、世界遺産登録までの道のりと、ル・コルビジェが設計した建物としての価値を、どのように次の世代に伝えていくかといった点についてお話したいと思います。西さん、ありがとうございました。ル・コルビジェと3人の日本人建築家、 創建当初や美術館として役割を果たすためになされてきた建築物のこれまでについてご理解いただけたかと思います第2部では世界遺産や前庭の復元とこれからについてお話いただきますぜひ続けてご覧ください